回はファミマの9月3日から開催、ファミマのお芋掘りで気になった商品を勝手にレビューしていくよ。ロッテトルコ風アイス焼き芋バニラ。いただきます。はい。うん、あ、うま、甘さそんなにやばくない、控えめ、ちゃんとお芋の味がしますね。これていうかもうほぼ芋、ほぼ芋、ほぼ芋だね。あ、本当あの焼き芋、焼き芋の感じそのままだよね。おいしゅうございます。トルコアイスだから、まあ、見てるね。そう、あ、そうだ、これ伸びるんだけど、うわ、伸びてる、伸びるんですよ。わー、わー、10点中 9.5。 皆様ね、10点中10で美味しいもんね。これ美味しすぎる。美味しい。結構ね、これね、リピート確定です。これすごく美味しいのでおすすめです。ぜひ皆さん食べてください。くれないはるかのモンブラン。これのモンブランね、そんなファンじゃないんだけど、これそんなに、まあ、栗が俺苦手っていうのもあるんだけど、もう、うん、芋だったら美味しいんじゃないですか。うん、あ、美味しい。あ、うまいわ。あ、うまうまいわ。うまこれうまいな。あ、うまい。あ、いい。あ、好き。これ甘さ控えめ、罪悪感が少ない。このモンブランの部分ですね、めちゃくちゃあのしっとりしてて美味しいです。で、この、あ、上の芋っぽいもの食べてない。うん、うん、うん、甘みがやっぱりキャラメルというか、この、なんていうか、この苦味のある、やっぱなんかソースキャラメルソースというか、そうそう、プラマイゼロというか、うん、あの 甘くしすぎてなくて、やっぱなんかちょうどいい感じにしておりますね、うん。で、下のさ、一番下のクッキー、歯ごたえがあって、これクッキーだったの、パンですか。なるほど。うんうん、あ、今やっとクッキーに到達した、うん、めちゃくちゃうまい。これ、うん、ちゃんとなんか層になってるんですよね。これめちゃくちゃ美味しいです。総合的な評価、甘さ控えめ、好き、ちゃんと芋の味してる、好き、中のクリームも甘すぎない、好き、総合評価、うん、10きた。10、ちょっとガバガバすぎる。いや、普通甘いもの大好きっていうのもあるんだけど、すごいこれ好き。あの仕事帰りにあの食べたくなるやつですね。10点ね。ガバガバだな、俺らちゃんと。まあでも本当にあの損得なしというか、そう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 、全然あの僕らファミリーマートのこと考えないで普通にあの評価した結果10です。10です。2人とも甘いのが好き。そう、甘いもの大好きっていうちょっとバフがかかってるかもしれないけど、普通に大好き、これは好き。